新島城明治23年はキリスト教の教育者である。江戸時代の1864年に密出国してアメリカ合衆国に渡り、そこでキリスト教の宣礼を受けて進学を学ぶ。そして改革派協会の新教徒運動の流れを組む改修派系の伝道団体であるアメリカンボードの巡選教師となった。日本に帰った後の1875年に、 アメリカンボードの力沿いによって、京都府にて同志社営学校を設立した。天保14年、江戸の神田にあった上州安中藩江戸屋敷で、安中藩氏、新島富士の子として生まれる。母は、武州浦和塾の富。本名を753ふとしという。この名前は、祖父、ベンチが女子が4人続いた後の初の男子誕生に、喜び。 閉めたと言ったことから命名されたという説がある。後に、経未記と解明。原服後、友人からもらい受けた、アメリカの地図書から、アメリカの制度に触れ、憧れを持つようになる。その後、幕府の軍艦総連書で洋楽を学ぶ。ある日、アメリカ人宣教師が訳した、漢訳聖書に出会い、福音が自由に教えられている国に行くことを決意し、微中松山藩の様式戦。 海風丸に乗船していたこともあり、当時は禁止されていた海外渡航を思い立つ。新島城海外渡航の地平立国の紛争、現時元年、アメリカ合衆国への渡航を格索し、海風丸に乗って、開港地の函館へと向かう。函館に潜伏中、当時ロシア領事館付けの司祭だったニコライカサートキン、と会う。ニコライは、新島から、 日本語と日本の書物などの手ほどきを受け、また聖書に興味を持つ彼に自分の弟子になるよう勧めたが、新島のアメリカ行きの意思は変わらず、ニコライはそれに折れ、坂本龍馬のいとこである、沢部拓馬や福祉の吉地と共に、新島の密航に協力した。6月14日、函館港から米船ベルリン号で出国する。上海でワイルドローバン号に乗り換え、船中で、 船長、ホレース・エステーラーに、ジョーと呼ばれていたことから以後その名を使い始め、後年の帰国後は、譲る後に、ジョーと名乗った。慶応元年7月、ボストン期。ワイルド・ローバー号の選手、A ・ハーディ夫妻の援助を受け、フィリップス・アカデミーに入学することができた。アマースト大学慶応2年12月、アンドーバー・ガミ学校付属協会で洗礼を受ける。 慶応3年にフィリップスアカデミーを卒業。明治3年に IB リーグと同等レベルのリベラルアーツカレッジのトップ3の一つでリトルアイビーと呼ばれる名門校アマースト大学を卒業。これは日本人初の学士の学位取得であった。アマースト大学では後に札幌の学校教頭となるウィリアム・スミス・クラークから科学の授業を受けていた。クラークにとっては 最初の日本人学生であり、この縁でクラークは来日することとなった。当初、密航者として渡米した、ジョーであったが、初代の中米講師となった森有則によって、正式な留学生として認可された。明治5年、アメリカ訪問中の岩倉施設団と会う。ジョーの語学力に目をつけた、木戸隆義は、4月16日から翌年に1月にかけて、自分付けの通訳として、 施設団に参加させた。ジョーは施設団に参加する形でニューヨークからヨーロッパへ渡り、フランス、スイス、ドイツ、ロシアを訪ねた。その後ベルリンに戻って約7ヶ月間滞在し、施設団の報告書とも言うべき理事校ほどを編集した。これは明治政府の教育制度にも大きな影響を与えている。また欧米教育制度調査の移植を受け、モンブリ時間、 田中藤丸に随行して、欧米各国の教育制度を調査した。グレース協会に井島が最初に洗礼を授けた、安中協会の30人と共に明治7年、アンドオーバーが未学校を卒業する。新井島は、アメリカンボードから日本での選挙に従事する医師の、有無を問われると、即座に、それを受託した。明治8年9月、選挙志願者の試験に合格し、 ボストンで教師としての任職を受けた。新島の先教師として身分は日本伝道通信員であった。同年10月9日、バーモント州ラットランドのグレース教会で開かれたアメリカンボード海外伝道部の年次大会で日本でのキリスト教主義大学の設立を訴えて5000ドルの寄付の規約を得た。10月31日、新島はコロラド号で サンフランシスコを出港し、太平洋を横断して、翌月26日に横浜に帰着し、新島よりも一足先に日本で活動していたアメリカンボード宣教師ダニエル・クロスビー・グリーンの出迎えを受けた。その後故郷の上州案中に向かい、3週間滞在した。滞在中に、ハンコウ、増子官とリューマサジを会場にキリスト教を講演する。 その集会で30人の求道者が出て、日曜ごとに、聖書研究会が開かれた。明治11年に30人が、新島より洗礼を受け、安中教会を設立した。同志社 A 学校30番教室、新島上宮廷、京都市上京区結婚間もない新島城と、八百八十三年の第三回全国キリスト神徒大神牧会の幹部、新島は、 前から2列目の右から4人目、左隣は内村肝臓明治8年1月、新島は大阪で木戸高義に会い、豪商、磯の小右門から出資の約束を得て、大阪での学校設立を目指したが、不知事、渡辺登のキリスト教反対のため断念し、木戸の勧めにより、長州出身の牧村正直が、不知事を務める京都を新たな候補地と定めた。 明治8年11月29日、かねてより信仰の深かった、久家家族の高松誉より、屋敷の約半部を借り受けて、校舎を確保し、府知事、牧村正直を、副門、山本角馬の賛同を得て、旧薩摩屋敷5800坪を譲り受け、環境同士社へ学校を開校し、初代社長に就任する。開校時の教員は、新島とジェローム・デイビスの二人、生徒は、 元らゆ次郎、中島力蔵、上野栄三郎ら8人であった。また、この時の縁で、翌明治9年1月3日、山本角馬の妹、八重と結婚する。同年10月20日、金森通林、横井時代、尾崎高堂、吉田作也、海老名男状、徳富祖宝、ふわこれ次郎ら熊本バンドと呼ばれる青年たちが、同志社へ学校に入学。明治年には、 同志社女学校を設立。女学校スタイルはメアリー・リオンが設立したマウント・ホリ・ヨーク大学を模している。明治13年から大学設立の準備を始める。同年2月17日に開封丸での旧地を訪ねるため、かつてのビッチュー松山藩であった岡山県高橋町へと赴き、滞在中に、 中川横太郎の勧めで伝道と文化改革を目的とした演説を行う。この時の演説は、後に、備中松山の地で、高橋キリスト教会堂の設立補起ンの一人となり女子教育に注力することになる、同地の婦人部会の代表であった福西シュ子に深い影響を与えた。明治16年5月には、東京に赴き、 新坂会協会で開催された第3回全国、キリスト教神と大神木会に幹部として参加する。明治17年4月6日、二度目の海外渡航に出発する。ドイツでは、訪問先のヨハネス・ヘッセの家で幼少の息子、ヘルマン・ヘッセと会っている。同年8月6日には、スイスのサンゴタール峠で、心臓発作を起こして倒れ、二通の遺書を記した。 明治18年12月に帰国。明治19年9月には、京都看病婦学校が、キリスト教精神における医療、保健、看護活動、キリスト教伝道の拠点として設置されその役割を担う。この看病婦学校、病院にて、看護指導にあたることとなったのが、ナイチンゲールに指示し、アメリカ最初の有資格看護婦でもあったリンガ・リチャーズで、ある。明治十一年、 徳富祖法の協力により、井上薫、大熊重信、土倉正三郎、大倉喜八郎、岩崎矢之助、渋沢栄一、原六郎、増田高等から寄付金の約束を取り付ける。特に土葬は、新島の良き理解者、協力者であり、新島も土葬を頼りとした。板垣大助と新島を取り結んだのも、自由民権運動のパトロンでもあった土葬であろうと、 推測される。また、明治21年11月、徳富祖法は、上の求めに応じ、同志社大学設立の C を添削し、自身の経営する民有者発行の国民の友をはじめ全国の主要な雑誌、新聞に掲載し、同志社大学設立に尽力した。明治22年11月28日、同志社設立運動中に、心臓疾患を悪化させて、 群馬県の前橋で倒れ、神奈川県大磯の旅館、ムカデ屋で静養する。相手氏の一人の不は忠次郎の妻、優の看護を受けるが、回復せず、明治23年1月23日午後2時20分、徳富祖宝、尾崎高堂ら二重課上の遺言を託して死去する。死因は、急性腹膜炎。最後の言葉は、老媒する中で、グッドバイ、また会わん。 去年48、1月27日13時より、同志社前のチャペルで葬儀が営まれ、京都府知事、北垣国道を、はじめ約4000人が参列した。遺体は、京都東山若王寺山頂に葬られた。墓姫は、徳富祖宝の依頼により、かつ舟の筆による。新島城の記念切手明治40年、帝国教育会から六大教育家の一人として、 検証され、大正4年には、14位を追増された。昭和25年11月22日、郵政省から新島城の八円切手が発行された。妻の八重とは互いに尊重し合い、夫婦仲がとても良かった。男性と対等に生きられる自立した女性との結婚を望んでいた城は、山本角馬の家を訪ねた時、井戸の上に渡した板の上で裁縫をする、八重の姿を見て、 その常識に関わらない姿勢が気に入って、結婚を決意したという。八重は、その男まさりの性格で、たびたび周囲と確執を生むが、ジョーはそれを優しくいめながら見守っていた。アメリカの友人への手紙で、彼女は見た目は、決して美しくはありません。ただ、生き方がハンサムなのです。私にはそれで十分です。と綴っている、新島ジョーの書斎、新島ジョー休宅。 新島富士と富じととみて、すごろく、ありがとうございます。